まちどーもの料理教室。みなさんこんにちは。どぶれでん。まちどーもの料理教室第4回目は、前回に引き続きウクライナのクリスマス料理の一つとして、クチャというお料理をアリナさんに作ってもらいます。まあ、なぜ1月にクリスマス料理なのかということは前回の映像で詳しくご説明させていただきましたが、ぜひそれをご覧いただきたいと思いますけれども、まあ、ざっくり言うと、伝統的にはウクライナのクリスマスが1月だったということと、昨年クチャを作ってくれていたアリナさんがちょうどこの時期日本にいるということがあるので、今日はクチャをご紹介したいと思います。とはいえ、年中クリスマスに限らず食材は手に入るものですから、ぜひ1月でも2月でも3月でもお好きな時に作っていただいて、ご家庭で楽しんでいただいて、ウクライナのことに気持ちを寄せてもらえたら嬉しいなと思います。ちなみにね、クチャっていうのは去年ほら、ウクライナのクリスマスのクリスマス料理を食べる前に食べるお料理。そう、これはメインの料理。メインのお料理なの？はい、クチャ。みんなちゃんとこの日でテーブルでみんな集まって、最初料理は始まるはクチャから。クチャからね、一番最初一口に入れてから、これからスタート、クリスマスのパーティースタート。うん、でほら去年はスマチノーボでも12品のねお料理で、クリスマス料理を作っていましたけど、それは、ウクライナの伝統でキリストの十二使徒にあやかって、クリスマスには12品のお料理を食べるということなんだよね。うん、でそのクチャも入れて12品なの？はい、クチャ入れてで12品。他にはどんなお料理があるのかな、はい、クリスマス料理代表的なもの。それは人によってみんなは絶対同じじゃなくて、好きな料理は、でももっと前から本当に肉なし、そう、みんなこういう野菜、メインの野菜のいろんな野菜の料理だった。え、なんで肉なしになったの？それはクリスチャンの関係で、肉と動物をあげるものは食べるダメ。あ、本当？でも食べる人も、まあ、もちろん。そう、もっと、まあ、食べない、その宗教的な理由で食べない人たちも増えてきたっていうことかな。まあ、例えばじゃあルバのお家ではどんなものを食べるの？クリスマス。クリスマスはサラダ、ダブルアリビエとか、アリビエ、そう、ハラディエツ、お母さん絶対作る。何何何？ハラディエツ、それなんか豚の足のセリ。これはもう絶対お母さん作る。あ、本当。あんたのお家は何食べる？一番クリスマスに。何作る？ダークとかも作る。あ、ダーク作る。アメリカのスタイルみたいと、いろんなサラダ。あ、やっぱサラダ食べるんだ。オレーナの家は？私いつも子供に言う、何が欲しい。例えば一番上の息子2つ料理頼む、下の息子2つ料理頼む、あとお父さん料理頼む。いいママだね。そうだね。例えばそのじゃあ息子さんの好物って何？息子さんお肉好き。お肉。じゃあお肉料理を作ったりするんだ。じゃあナターシャ の家では何作るかな？クリスマスで。私は今年のリストをラスベリーでね。もともとは肉なしの。やっぱりそうなんだ。で、もともとはって最近は作るってこと？ずっと今でも肉なし？Зараз також, візьмі особу точно на різдво, що ще, це раніше так було. Раніше, グースね。ああ、そう。ローストにするんだ。
あでもちゃんとみんな12品用意する、うん、12の料理 12 блюд で всего вьёска хай。あ、ほんと、あ、そうなんだ、ちゃんとそうするんだ、へえ、まあ、そんなことで今日はあのね、クリスマス料理を食べる、一番最初に食べるクリスマス料理をこれから食べますよという、はい、その前に食べる、まあ、突き出しというかスターターのようなね、はい、その料理としてくちゃね、くちゃをご紹介したいと思います。メインのクリスマス料理はくちゃ、はい、あの麦、はい、1カップ、はい、2回ぐらい食べる、水はちょっと汚れてるから、うんうんうん、このお米と同じ作り方、うん、あ、水を少し足して、うん、少し、そう、もうちょっと多めに、お水を、そう、ちょっと1つじゃない、もうちょっとあの多めに、ご飯を炊くよりはほんの気持ち多めにお水を入れる、はい、一旦閉めてスタートします。はい、あの果物、はい、リズム、はい、アプリコット、うんうん、ちょっと一回は洗います、はい、まあ、軽くていい、うんうんうん、なんでなら後でお湯入れてこういうできてるのを、うん、じゃない、うん、分かる分かる分かる、あ、水はあのまだくちゃに使いますから、はいはい、だいたいこういう、うん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 、これはケシの実ね、はい、もうお湯入れてサランラップして、うん、とあのマークはウェデタウル、うんうんうん、なんかマーク、ウクライナでマーク、ポピーポピー、ウクライナ語マーク、あ、そういうことね、ボイルもできるけど、うん、こういう感じでちょっと温かく、うん、ゆっくり冷たくなるまで待ってます、はいはい、小さいの感じしてほしい、小さくね、細かくね、うん、細かく、これやって後でちょっと包丁でも、あ、なるほどなるほど、はい、最初にまあおまかに、はい、もっと簡単のある、あの、うん、袋の中入れて、あ、そうか、こういう感じで、なるほどなるほど、でもくちゃんもすごいあの体にいい、体にいいよね、うん、そう、あのほら私たち最後の方でグレチカ作ってたじゃない、はい、であれはそばの実じゃないですか、でこれはほら大あの大麦でしょ、麦とかそばの実とかお米以外の穀類を結構食べるよね、うん、体にすごいいいよね、まあ、ウクライナで野菜いっぱいも、うん、野菜いっぱい食べます、うんうんうん、肉だけじゃない、そうだよね、ちゃんと野菜はスープとか毎日スープもあの野菜いっぱい入る、あ、お腹に優しい、確かに冬の時は寒いの時、うん、温まるし体にいいよね、そう、うーん、このさくちゃをクリスマス以外に食べちゃダメなの、いや、できる、全然できるよね、そう、体にいいしね、はい、うん、朝ごはんとかみんなよくこういう、うん、みたい、ニュースとか、あ、そうだね、似てる、確かに確かに、そうだね、うん、ただはあの麦じゃなくて例えばオートミールとか麦の香りとか他のシリアルみたいな感じでね、はい、ちょっとナイフで、うんうん、さらに細かくね、このぐらいで十分、うんうん、10分15分してふやけたらザルに移すと、結構出汁は出したの、うんうん、この残った、お湯がお湯を使うってことだ ね、まだ使います、うんうんうん、なんだならあのアプリコットと、うん、あのフリーズの味、うん、味がねにじみ出てる、出汁は後でこちらに、うん、蜂蜜と混ぜるんだね、温めて蜂蜜を入れて、うんうん、こちらに使います、カットします、あのアプリコットは柔らかいすぎるなっちゃうとも良くないから、あの、うん、ちょうどいいところだね、だからそう、ちょうどいいところ、柔らかいすぎると形が、あ、崩れちゃうものね、崩れちゃう、うん、え、ポピーはさ、オレーナもあの一回ケシの実のケーキ作ってたりしたけど、うんうん、
ウクライナではよく食べるの？よく食べる。あの甘いパンとかをよく使います。あのパイ。ああそう。中でいっぱいいっぱい入れて、マーク入れて、あの砂糖と。あ本当。みんな大好き。全部混ぜます、はい、最初にアプリコットレーズン、クルミ、とあの酒 の、 あのアプリコット、とレーズンのだしの水に、蜂蜜、あーなるほど、入れて、よく混ぜます、あの蜂蜜は溶けたら、最初は全部じゃない半分ぐらいで入れて、こっちのこっちは混ぜる感じで入れる、水はちょっと多めに入れてほうがいい、そう今のそうお湯、さっきもそう、なんでならあの麦は、あの水分を吸収した方がちょうどいい感じになる、そう、こういう出来上がりました、はい、出来上がり、はい、おー、さらに入れます、うちは一番好き、子供たち、あ、ほんと甘さあるから、そうだね、あの子供たちは一番食べる、はい、じゃあ、はい、完成です、笑顔です、完璧です、できるかできないか、それは2月、答えは、ああそうなんだ、え、それは全員に対して2月なの、全員じゃなくてルダは行った日から2ヶ月、それは2月の、あ3ヶ月か、が14日は分かってる、でももしはもっと早い行った人たちだったらもうちょっと早く分かるのか、分かる、そう、え、それはほらイリーナさんも行ったじゃない、イラチカもでね、同じ日にたまたま。同じ？同じじゃない、近いの日。ああ、だいたい近いの日は分かる。どんな質問されたの？Я была пятого решусь. Какие там питания задавали? 15 тысяч сегодня. Питания, ну, на каких там треба было заповнити анкету. Там все було без питань. Ти заповняєш анкету і Акціонерка, то куба акціонерка, анкета питання. Чи де? Дальше у нас. Де мора, この間なんだっけ、すごい厳しくなって、どれぐらい稼いだとかどこの出身だとか、そういうことが今回は面接で大事だとか言ってたでしょ、でもそれはそういう感じと思ったけど、でも誰もまだ行ってなかったから、もうどういう感じはちゃんと分からなかった、で行ってみたら紙に書くだけだった、そうです、で他の人たちはもう行った、まだ行った、行った、ああ本当、で同じことを紙に書く、そう同じ紙に書く、でそれをしたらどれぐらい延長になるとかは分かってるの、分かってない、あの答えが2月15日、他のみんなはいつ行くことになってる、私とナターシャは来週21日、あ本当、ナターシャも21日ね、それはじゃあその出身あまり何を記入するの、紙の上に。чего они там пытаются？ Я думаю, すごいあの勉強、どこで勉強、あの学校から日本語？そっち、な、あ、そうじゃなくて、今まで、
どこでどんな学校いた、どんな大学、外国どこにいた今まで。ああ、そういうことを聞くの。そう、あの震災期のことはもう全部あ全員聞く。へえ、そうなんだ。自分の自宅がどれだけ危ないかどうかっていうことだよね。うん、そっかそっか。うちにいる。いいこといいこと。もう最近はうちにいる。あとインターネットで、うん、スカイプ。スカイプでね。そう。家族とね。家族とみんなと友達と家族と。ご飯。シュバ作る。あ、シュバね。必ずね。お肉作る子供のために。うんうんうん、あと野菜色の。オーブン使う。うん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 、結構みんな野菜食べるよね。うんうん、ね、ヘルシーだね。ね、そう、野菜は何、サラダとか焼いたりとか。うん、でもベイクとか、あのオーブンとか、ね、ビールとか。うんうんうん、次回は2月9日公開でバレンタインが近いということで、オレーナさんにチョコレートケーキを作ってもらいます。バカバカ。